はい、えー、皆さん、こんにちは有様、えー、TV の清水でございますあの、まあ、先ほどね、ジョージさん、えー、作家のジョージさんが、えー、とお亡くなりになられたというニュースが、えー、入ってきましたのでね、あの、まあ、一言、えー、コメントを述べさせていただきたいなと、えー、思っています。ジョージさんね、えーまあ、82歳でお亡くなりになられたということなんですけどね、もともと生まれはね、あのまあ、お父さんはあの船会社で、海、ま、外、あ、いろいろ転々とされているというような、まあ、あのエリート家庭。 あのあのお坊ちゃんだったらしいんですけどねなぜ、まあ、かの中学生のころにあの、まあ、ヤクザの世界に入ってしもってで、まあ、それでもねなんかあの他の組からヘッドハントされるようなぐらい、まあ、ちょっと頭角を現したような方だったらしいんですけどね、まあ、その傍たでらで、えーまあ、日本航空の客室乗務員としてあの働いていらっしゃってあの、まあ、パーサーにまで修正されたというようなね 結移植の方というか、普通そのヤクザと日本航空ですか、サラリーマン、それも日本航空の社員というのを掛け持ちされていたという移植の経歴の方でね、そのあの服役されて、出所されてから、あ肩ぎになられてね、皆さんご存知の平野中の懲りない面々、これを発表されて、ベストセラーになられたと。 まああのその頃からもバラエティに出られてまあ僕らも知っている阿部譲二さんっていうのもああのまあその頃のあのからの阿部譲二さんだと思うんですけどね、まあ、結構、テレビでいろいろ見てたたので非常になんかあの情に熱くてねまあ涙もろい言い方やったなぁとあのまあいう,ふうに思ってますまあ、あの多分、あの今まであのまあ悪いこともされてたと思うんですけどね、まあ、その分、人に優しくありたいとあの思ってらっしゃったのかなっていうのが阿部さんのホームページはあのブログとかでも更新されていて、ねまあ、それも。あの たまに見させていただいてたんですけどね、まあ、非常になんか面白い視点で、ね、いろいろブログもあの綴られてるのかなと思ってね、見てたんですけどね、まああのまあ、もうこれからもそのブログも更新されることがないってなるとちょっと寂しいかなとあのいうふうにあの思ってます。けどね。 あのー、まあ安倍ジョさんっていうのをね、えー、まあ、出会えてというかねまあまあのまあ僕ら出会ってないですけどね、まあ、知ってねあの幸せになった人もあの世の中にたくさんいるはずですしねあのー、まあ、ちょっとお亡くなりられて残念かなと思っています、えー、まあ安倍ジョさん、えー、ご冥福をお祈りいたしますありがとうございます。